カフェステラと死神の蝶。でもクラスのみんなが大学生とデートしたってよく言ってますよ。その時にはエッチな内容とかも聞くから。小学生じゃないですから。もっと過激な話もありゃなしや。先輩、なんで先輩にジャッジしてもらわないといけないんですか。それにこんな人の多い場所でなんて無理。恥ずかしくて絶対に言えませんよ。女子だけだからこそ過激なこともあるのです。まだそんな幻想を抱いてたんですか。とっとと捨てておいた方がいいんですって。